どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはですね、コート、アルパカのコート、家族がですね10年以上前に、購入なさったそうで、非常に軽くて暖かくてですね、ものすごく気に入って、着てらっしゃったそうなんですけど、10年前に購入したとは思えないぐらいの、まあ、汚れも少なく、シミもなく、匂いもなく、非常にいいコンディションだなと思ったんですが、虫食いによってですね、その生地がデコボコにへこんでしまっておりましてね、非常にもったいないと。でお客様がですね、気になるところにマーキングをしてくださったんですが、その数たるやものすごい数でございます。100何箇所、100箇所以上ですね、100箇所以上あって、ずっと見てるうちにここもここもここもとね、もうあちこち全部気になってしまって、気がつけばこんな数になってしまったんじゃないかなというふうに思います。確かに、違和感がある、へこんでる、下地が見えている、まあひどいところもひどくないところも、小さいところも大きいところも含めてですね、気になるところ全部にマーキングをしていただきました。本当にありがとうございます。すべて、直させて、いただきました。こんな風にね、下地がね見えて、縦糸と横糸がね見えて、ふわふわの状態がから下地がこう露出してしまっている状態をですね、こんな風に元に戻すと、ふわふわの状態にまた戻す、フラットな状態にしてあげるというような作業をですね、マーキングの数以上をやっております。マーキングしていただいたところ以外にもですね、やっぱりその同じようになっているところがあったんですよ。お客様は表地だけやってくださったんですけども、前身頃の裏地の部分なんかにもね、同じような感じになっていたところがあったので、そっちもですね、合わせてお直しをさせていただいております。こんな感じでね、完全に元に戻せるというわけではないんですけども、まあまあ全然着られるような状態に隠せると言いますかね、加工して、フラットな状態にすることで、見た目も良くなりますし、あとはね風合いもね、かなりその全体的な風合いもですね含めて、今回良くなってるんじゃないかなというふうに思いますね。ここなんかはもうギリギリ、下地がうっすらとしか見えてない状態で、そんなにひどくないんですけど、やっぱり意識してみればやっぱりへこんでるわけですから、こんな風にフラットにしてあげることでね、よりいい目立たなく着やすくなるんじゃないかなと思います。仕上がりがこちらでございます。天体的なメンテナンス、トリートメント加工的な高級絨毛なんで、一見するとですね、最近流行りのっていうか、ちょっとトレンドダウンしてるかもしれないですけど、ボアフリースみたいなね、あれは化学繊維ですけど、ボアフリースのショートジャケットみたいな感じでですね、トレンドが何年か続いたんじゃないかなというふうに思うんですが、こちらはそんなトレンドに関係なくですね、10年以上前にお求めになって、かなり高齢のお客様が来てらっしゃるそうなんですが、まあ素敵だと思いますね。やっぱり化学繊維のフリースとは明らかに違う見え感、質感、風合い、触り心地というのがあってですね、プードルみたいに、ワンちゃんのープードルみたいにですね、まあお色もね、ちょっとこんなトイプードル多いので、ふわふわしたね、感じに復元してほしいというようなことで、それも意識してですね、かなりそのお直しだけじゃなくて、その風合いを整えるというか、風合いを元に戻すというような作業にもかなり時間を費やしました。まあ石油系の有機溶剤を使ったドライクリーニングをするのはどのお店も同じかと思うんですが、その内容といいますかね、その加湿剤というか加工剤というか、何を除剤として加えるかによって風合いというのはちょっと変わるかなというふうに思いますし、あとはですね、そのブラッシングであったりね、そのコンディションを整える、生地の状態を整えるというようなことで言えば、まあお店によって差があって当然かなとは思いますけど、本当にいい感じに綺麗に、ふわふわになってですね、本当にお客様に喜んでいただけたので、時間がかかる作業して本当良かったなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。